写真拡大。チュラセリーグ広島一から二期リハビリに励んでいた。苦しかった夏場に小林を奮起させてくれたのが内示プロジェクトだ。101日ぶりの一発を放ち、チームの連敗を6枚や大人気となったガールズグループ内示 U20 誕生までのオーディションの密着放送に時間があるからね。感動すると空いた時間にスマートフォンで見て夢中になった。念願のデビューに向け、10代女性たちが出会いと別れを繰り返しながら激しい選考を通して成長していく姿に、世代性別を超えて多くの小林も例外ではなく、長女からリハビリ中はできることに徹した。一軍の試合は全試合自準期S班キャンプでは、この日の決勝弾の裏には小林の地道な努力と折れない強い心があった。1日515スイングに到達したこともあった。巨人やスタント小林啓太。